さんこんにちは、さやさこころです。今日は自宅のパソコンの前からお届けします。はい、先日ですね、5月29日私はとある大会に行ってまいりました。はい、それはこちらです。お、なんかファックスがピコピコ言ってる。じゃじゃん、ジョジョ円カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦、イエーイ。去年も出場し、今年も2回目の出場になります。はい、今年も呼んでいただいて、本当にたくさんの著名な方が来られていました。そのジョジョ円カップで私がどうだったか、まず今回一緒に回った方々をね、紹介したいと思います。今回一緒に回ったのはボクシングの具志堅陽子さんですね。実は具志堅さんとは所さんの年末のゴルフ番組、お正月のゴルフ番組でも一緒にラウンドさせていただいてて、その、まあ、今回会うのはもう3回目とかかな、ゴルフでは。でも一緒にラウンドするのは2回目なんですけれども、すごくゴルフがお上手で、なんか曲がらないボールを常に打っていく方なんですけれども、今回もご一緒させていただきました。でさらにもう一方、お笑い芸人の春日さん、皆さん知ってますね。なんと春日さんとも一緒にラウンドさせていただきました。であともう一人の方は、ゲストといいますか、ジョジョ園のお客さんと今回はラウンドしています。でその4人でラウンドしたんですけれども、まあ、今回ですね、私はずっとここ最近、まあ正直するなんかスコアめちゃめちゃ出る、曲がらないぜイエーイみたいな感じのゴルフでは正直なく、でまあでも今できる最大限の力をやっぱり出そうということで、挑みましたね。1週間ぐらい前ですかね、なってきて、結構こう今こういう感じだったらいけるなっていうか、こういう球だったら安定するかなみたいなの見えてきたんで、それを練習して大会に臨みました。はい、まあ、なんせレディースティーなので飛ばすことより曲げないことで丁寧にやること、この2点をポイントとして今回は臨みました。で結果をですね、いきたいと思います。まず今回のゴルフ場は神奈川にあるレイクウッド、はい、レイクウッドゴルフクラブでラウンドさせていただきました。で去年は西コースだったんですけれども、今年は東コースですね、東コースをラウンドしました。はい、でスコア振っていきます。1番ホールパー4。まあここは朝からね、テレビ局の方がたくさんいましてですね、スタートコールをされて打つんですけれども、まあ緊張しますね。だいぶこう YouTube でテレビとか画面とか慣れてきたんですけれども、は違いますね、全然違います。緊張しました、朝からまっすぐ行くかなみたいな感じで、ドーンティーショット打ったらまっすぐ行きました。はい、でまあその右側、左側にバンカーがあったんですけど、その上を越えていけたので、もう残りウェッジで確か80ヤードくらいだったかな、を残して打って2オン2パットでパーで上がりました。で本当にあんまり私パターショートすることないんですけど、緊張してるんでしょうね、こう大事に大事にって思ってるからか、めちゃくちゃこれぐらいショートしたかな、ファーストパット、みたいな。でグリーンも結構多分 10.5、 もう割とスピードも出てる中、いやこんだけショートしないでしょうみたいな
とこからスタートして、これぐらいのパッとしびれましたね。やっぱいきなりボギーから出るのはちょっと気分もねガクッとなっちゃうので、はい、でもここはパーで乗り切りました。で2番ホールパー5、まあパー5は結構私にとってはチャンスホールになるので、まあ良ければバーディー取っていきたいなって思ってたんですけれども、まあここもパーで上がりました。で3番もパー4で、ここもパーで上がりました。4番はショートですね。どんなショートだったかな、まあまあ140、ああ分かった分かった、ちょっと距離があるショートで、まあハザードとかはあんまりなかったので、まあ1オンして2パット、これも良かったかなと。でここまでは淡々とパーオン2パットのゴルフで来ております。でここからです。5番ホールミドルですね。ここちょっと長くて363ヤードパー4で2オン、まあほぼ2オンだったんですけど、まあちょっとグリーン外しちゃってアプローチが結構寄ってですね、ワンパットで、まあ3オンワンパットでしのぎましたね。これ結構大事だと思います。このワンパットがかなり効きましたね、はい。でここで次6番、まあ、ここも、まあ、さっきのワンパットが良かったのでリズムよくパーオン2パットでいきました。で7番、はあ、これ超覚えてる。7番のショートめっちゃいいショット打って、もうほんとこんなもんじゃん、こんなもん入るし超バーディーチャンスで、カメラもいてナイスオーみたいな、いやこれでバーディー入れたら超かっこいいって思ってたら、なんか緩んだかなんかで、なんか、うん、緩んだね、なんか手前から曲がってたと思います。でパーになった、いや違う、なんかパンチ入ったのかな、パンチ入ってオーバーして返し打った気もする、まあ、そこはちょっとテレビ中継映ってたらご覧ください。いやこれはね本当バーディーいけてたんだよね。でここで一個へこましてみたいな気持ちもあったんで、ちょっと悔しかったな、はい。で8番、まあパーオン2パットでパー、はいですね。で9番ね、もうこれはもう忘れもしません、ドラゴンホールです。なんか飛ばさなきゃとはもちろん思ってたんですけど、でも8番までパープレーできてたんです。やっぱそっちの方を大事にしたくて、もうドラゴンはいいからとりあえずここを、まあ、パーで上げてパープレーで折り返したい、かっこいいとか思ってたらまあテレビの方もいっぱいいたのが勝手に自分で意識しちゃってるんでしょうね。あわよくばドラコンみたいな思ってたんでしょうね。めっちゃ右に曲げて、なんだろう、ありえないバンカー、もう絶対入れちゃいけないバンカーに、フェアウェイバンカーに入れちゃって出して、それもなんか出しすぎて OB まで行きそうになったのがなんか戻ってきて、もうなんかもう悪循環がすごい、曲げて出しすぎてなんかちょろって、でグリーン手前まで4打目で運んだんだけど乗らなくて、そうで6オン1パット多分、もうね、なんか本当ゴルフってメンタルなんだなって思いますよね、こういう時に。でまあランチでね、美味しいお肉を食べて、ジョジョ園のもうすっごい美味しいお肉、もうなんですかね、毎年必ずあるんですけれども、ランチ焼きたての、もう脂がしっかり乗った赤身のあるお肉をパク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 と食べます。で後半お肉も食べて元気に気持ちを切り替えてスタート
言いたかったんですけれども、もうね10番ですね。もう本当になんかなんでしょうね、引きずってたんでしょうね。まあ左に行けなって、まあ入らないですよ普通、通常よっぽど曲げない限り、うん、レディースティーは特に前なんで、よっぽど曲げない限り入らない池に風ごと持ってかれて入るっていうティーショットで、でワンペナスタートのダボダボスタートだから9、10ってダボダボできてて、もうなんですかね、もう メンタルがもうねこうズタボロで、もういつもやるんですけどスコアカードに線引くんですよ。もうここで絶対切る、ここで切り替える切り替えるみたいな、それを引いて11番、ここはなんとかボギーで、もうそんなボギー叩く感じじゃなかったんですけど、なんかボギーですね、うん、ダボダボボギーできてる9、10、11。でもねゴルフはねそれだけじゃない、なんと次のパー5イーグル出ました。なんとイーグル出ました。いやもうねもうこれねもう本当になんだろう、やっぱゴルフの神様っているんだなと思った瞬間なんですけど、ドライバー打ち下ろしでドライバーがすっごい飛んだ、440の打ち下ろしパー5すっごい飛んで、残り150かな、150の打ち下ろしで150ヤードぐらいで、花道があったんですよ左からこうやって、でピンも花道寄りに来てたんですよ。これ花道狙えばこうやって行ってグリーン寄ってってイーグルトライあるな。で苦手なねアイアンでね、しかも6番こう左足下がり、いやうまく打ったんですよね、びっくりしました自分で。本当に2メートル、2メートル以上あったかな、ワンピン弱のイーグルトライ、スライスの、うん、強気でいけましたねその時は。本当になんかここショートしたらもう本当にダメだと思って、それが入っちゃった。イーグル取ったのもういつ以来、いやてかないかも、最近あったっけ、だってダボダボボギーからのイーグルですかね、しかも叙々苑カップで、びっくり。はい、こっから乗ってきますよ、こっから乗ってきます、こっから13、14、15とターターターでいきますよ、うん、結構しのぎながらもねパパパーでいきましたよここは。で16番、この辺からですねまたなんかこういろいろありまして、はい、まあいろいろあったんですよここからまた、まあ、テレビをねご覧になっていただければわかると思うんですが、はい、放送日はですね6月24日の16時から5時、17時15分、テレビ東京で6月30日土曜日もやります、16時から17時15分、 BS ジャパン、はい、この2回オンエアなので皆さんお見逃しなく。私が16、17、18とまあボギボギボギで上がったんですけれども、何があったかは余計なことを考えすぎたいろいろ私結構いいスコアじゃんとかなんかいろいろ考えちゃったんですよね、うん、そう、そんなこんなですわ、そんなこんなの3840の78で
終えることができました。去年よりめちゃくちゃスコアはいい、8だ去年86だったから、その点には満足しています。ですが、あと何だかは何度かなったんじゃないかなって思うのも正直なところです。でもね、楽しかったです。本当にあの春日さんと具志堅さん、本当にみんないい方で、楽しくワイワイやってたら気がついたらこんな感じだった感じですね。皆さんオンエアぜひぜひぜひご覧ください。テレビ東京でやります。オンタイムで見ることをお勧めします。ゴルフの帰りも見れますよ。はい、では皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。今日のコメント欄はジョジョエンカップを見ての感想を募集します。バイバーイ。